たします。では改めまして皆さんこんにちは。本日は福岡オープントップバスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。今日はお天気がとても良くてオープントップバス日和となりましたね。短い時間ではございますがご一緒させていただきます。運転手は木田、私バスアナの野口でございます。いただく点も多いかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは出発に際しましていくつかお願いをさせていただきます。運行中シートベルトは必ずお締めいただき立ち上がったり席の移動はお控えください。また途中ガイド所があったりとつい手を伸ばしたくなるスポットが出てまいりますが安全のためわざとバスの外に手を伸ばしたり顔を出したりする行為はお控えください。またご覧の通りこのバスにはお屋根がございません。帽子やお手回り品など風に飛ばされないように十分ご注意ください。また大きな声を出したりと他のお客様にご迷惑のかかる行為は控えていただくようお願いいたします。それでは2階建てオープントップバスならではの普段とは違う高い目線からの福岡観光をお楽しみください。さあこれからバスいろんな場所を巡っていくんですが早速皆さんの左手前方に鳥居が見えてまいります。こちら学業の神様で有名な水鏡天満宮と申します。水鏡天満宮は天神様こと菅原の三つ目子を祀った神社でございます。こちらの天満宮はこの地にも天神様がいらっしゃったということで現在の天神の地名の由来にもなっているんです。よかったら社内参拝いかがでしょう。そして左手ファミリーマートも見えていますがファミリーマートと水鏡天満宮の間に細い路地があるんです。博多馬鹿門通りという通りで所狭しといろんな飲食店が並んでいます。中でもサバの一枚焼きの誠というお店は昼休憩のサラリーマンで行列ができるほど人気です。左手です。こちら博多馬鹿門通りでございます。に向かってまいります。中洲は東京の新宿歌舞伎町札幌の杉間と合わせまして日本三大歓楽街と言われております。川を越えると中洲エリアでございます。こちら中川という川でございます。昔はこの川を境に商人の町博多と武士の町福岡で分かれていたんです。昔はここに増形門と呼ばれる高さが10メートルあるのそして幅700メートルの石垣も立っていたんです。それは中洲に続いていて次の信号から右に伸びている通りが中洲中央通りといいまして中洲の夜にぎわう通りでございます。この信号青に変わりましたら右手ご覧ください。中洲中央通り見えてまいります。こうして今皆さんにオープントップバスにご乗車いただいてますがこのバスの横側面には手を振ってねとラッピングがされています。皆さんご覧になりましたでしょうか。このバスの横に手を振ってねと書いてます。見た方はーい、あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。結構それを見て街中の方が手を振ってくれますのでぜひ今日は芸能人になった気分満喫してみてください。そしてこのバスは地上から 3.2 メートル高さがございます。皆さんの目線の高さがだいたい歩行者用の信号と同じくらいの高さなんです。ぜひそんなところにも注目してみてくださいね。青信号になりました。この辺りから右手です。中洲中央通り見えています。夜にぎわう通りでございます。そして左手前方にアンパンマンのイラストが見えてまいります。左手前方
とアンパンマンのイラストがございます。こちら博多リバリーホールという建物です。こちらの建物の中にアンパンマンのミュージアムも入っています。美術館も入っています。ちょうど左手黄色い入り口がございますが、福岡アジア美術館という美術館もございます。そして左手グリーンの建物、ちょうど今大画面に渡辺直美さんが映し出されています。ございました。キャッシュプレイは人気のミュージカル映画の作品ですね。この後もう一度博多座の前に通ります。そして皆さんの目の前に大きな交差点が見えてまいりました。目の前の左右に伸びている通りを太白通りと言います。太白通りです。道幅が福岡市内でも一番広い通りと言われているんです。博多湾から博多駅を結んでいます。左に曲がると博多湾、右に曲がると博多駅でございます。太白通り沿いのこのエリアは古くから大陸との交流でにぎわっていた場所でございまして、大陸から最新技術や仏教も伝来し、博多に根付いてまいりました。皆さんの左手にヤシの木が 1,2 本見えますでしょうか。左手まだ見えない方もいらっしゃいますかね。ヤシの木が左手にございます。もう少しバスが進むと奥までずらっとヤシの木が並んでいるのが見えてまいります。このヤシの木は南国福岡への玄関口ということで、こうやってヤシの木が植わっているんです。変わりましたらまず左手ご覧ください。左手です。ヤシの木がずらっと奥まで並んでいますよね。そしてこの太白通り、道幅が広いのもお分かりいただけましたでしょうか。道幅広いですよね。バスはこれから右に曲がりまして、博多駅方面に進んでまいります。この辺りはお寺が非常に多いので、ここでいくつかお寺のご紹介もさせていただきます。この後道長寺というお寺が見えてまいります。唐に修行に行った空海が日本に戻ってきて最初に作った真言密教のお寺でございます。福岡藩黒田家の菩提寺として知られているお寺なんです。空海の名前は聞いたことある方多いじゃないかなと思うんですが、あの空海が日本で一番最初に建てたお寺でございます。この後皆さんの知られるように五重の塔のてっぺんの部分が見えてまいります。五重の塔のてっぺんの部分、金色に輝いています。二つ先の信号を抜けるところで左上でご覧ください。東京寺の五重の塔のてっぺんの部分見えてまいります。この辺り、木の信号のあたりから左上です。こちらの中には高さが 10.8 メートル、重さが30トンある日本最大級のヒノキ彫りの木製画像、福岡大仏がございます。福岡大仏の足元では地獄極楽巡りという体験ができるんです。地獄極楽巡りでございます。
これ何かというと、大仏様の足元のあたりに入り口がありまして、そこから入って真っ暗の中を手すりだけを頼りに歩くんですね。で、途中に仏の輪というのがありまして、それに触れることができると無事極楽に行けるんだそうです。空海が日本で一番最初に建てたお寺ということですが、皆さん空海は今年で何歳になったか分かりますか？誕生日が6月15日なんですけども、空海今年で生誕何年でしょう？正解は1249歳なんです。生誕1249年です。空海のお誕生日にはこちらの東朝寺で青葉祭りというお祭りもありまして、お坊さんがお経をあげたりします。そしてこの近くには上天寺というお寺もございます。上天寺はなんとうどん、そば、饅頭発祥の地でもあるんです。皆さん知ってましたか？うどんとそばと饅頭って福岡で生まれてるんです。上天寺にはそれぞれの発祥の地の記念碑も立っているんですよ。そして上天寺はそういった食べ物だけではなくて、博多祇園山笠というお祭りの発祥とも関わりが深いと言われています。博多祇園山笠は皆さんご存知でしょうか？山笠知ってる方は、はい、どうぞ。正面には博多駅が見えておりますね。正面博多駅でございます。メインテナントは九州初登場の阪急百貨店でございます。その他にも大規模なショッピングモール、アミプラザ博多だったり、日本最大級のレストランゾーン空店もございます。そしてこちらの博多駅にはバス停がございますが、こちらでお降りの方はいらっしゃいませんでしょうか？お降りの方は手を挙げてお知らせください。ただ降りてしまうと乗ることはできなくなりますので、ご注意をお願いいたします。ではお降りの方いらっしゃらないようですが、途中乗車の方確認のため、バスは一旦停車をさせていただきます。皆さんは博多駅の屋上に行けるのはご存知でしょうか？博多駅屋上に行けるんです。ツバメの森広場という屋上庭園がありまして、結構眺めがいいんです。また夕方くらいに登ってみると夕日が綺麗に見える時間帯もございます。博多の街を一望できますので、よかったら屋上にも足を運んでみてください。日中はお子様が乗れるような小さな列車も走っています。そしてこの辺り周りを見てみると、バスがすごく多いですね。右も左もバスです。皆さんは福岡の街を歩いててバスがすごく多いなって思いませんでしたか？福岡バスがすごく多いです。実は福岡ってバスの量が全国で2番目に多いんです。福岡はバスの量全国2位なんです。2番目というと一番多いところも気になると思うんですが、一番多いのは神奈川中央交通という神奈川県のバス会社なんです。その差は数台だそうですよ。目の前には路線バス止まってますが、オープントップバスに乗ってると路線バスの上の部分も見えちゃいますね。駅ではもうクリスマスのイルミネーションの装飾が始まっているんです。まだ点灯はされていないんですけれども、左手皆さん木の周りに白い装飾があるの見えますか？左手下の
のところです。バス停待ちの、あのバス停でバス待ちの方がいらっしゃるところ、ホームがあって、木の周りに白いこう装飾がされてますよね。これもあのクリスマスの装飾のものなんです。じゃあここで止まりますので、しばらくお待ちください。そしてバスが今走っている通り、これから走っていく通りを住吉通りと言います。江戸時代、今となっては面影もございませんが、当時この辺りは福岡藩の薬園だったそうで、高麗人参が栽培されておりました。昔はこの辺り人参町と呼ばれていたそうです。この辺りでちょっとビルの高さにも注目していただきたいんですが、ビルの高さをご覧ください。いかがでしょう。ここは博多なんですが、都会と言われている割にそんなに高い建物がないですよね。高層ビルがありません。東京のような高層ビルありません。これなんでか分かりますか。なんででしょう。高い建物がない理由、ある乗り物が低いところを飛ぶからなんですが、空飛ぶ乗り物といえば飛行機がありますよね。福岡空港が近くて飛行機が低いところを飛ぶんです。航空法という決まりがありまして、高い建物を建てられないんです。ただこの航空法少し緩和されまして、今後高い建物も建っていくんです。空港と都心が近いというのも福岡の魅力の一つでございます。なんといってもここ博多駅から福岡空港までは地下鉄でおよそ5分という距離なんです。すごく近くて便利ですよね。ちなみにこのバスが止まる最後終点の、ね、天神から福岡空港の間は地下鉄およそ11分という距離なんです、ね、すごく近くて便利ですよね。
近づくんです。皆さんの右手ご覧いただくと木がすごく近いですよね。枝には触れないようにお願いします。右手の木は黒金持ちという木です。黒金持ちは福岡市の市の木にも指定されています。そして間もなくしますと住吉神社という神社が見えてまいります。住吉神社っていろんなところで耳にしませんか？住吉神社、実は住吉神社って全国に2129社あるんですが、博多の住吉神社が日本で一番最初にできた住吉神社なんです。今ちょうど前方見ていただくと木が生い茂っている場所見えますか？前方木が生い茂ってますよね。あちらが住吉神社です。バスはこれから右に曲がってまいります。住吉神社の東口が見えてまいります。曲がりまして皆さんの左手に注目です。住吉神社の東口見えます。入り口のところに看板がありまして、日本第一住吉神社と書いてます。されています。そして皆さんの前方、テレビ局と書かれたブルーの看板がありますね。正面テレビ局、あちらはテレビ局でございます。テレビ東京の番組など放送されます。テレビ番組などの広告も見えます。左手ビルの1階のところで、そしてビルの正面にはエナルチーズのビートビルが見えています。目の前の緑茂った建物でございます。エナルチーズ方のイートビルです。ユニクロなどの看板も見えますね。ファッション、グルメ、映画館にホテル、劇場などがひしめく巨大複合商業施設でございます。ちなみにキャナルシティのキャナルって皆さん日本語に訳すと何だと思いますか？キャナル、日本語にすると何でしょう？キャナル、正解は運河なんです。運河です。実はこのキャナルシティ博多の中には長さが180メートルにも及ぶ運河が流れているんです。そこではダイナミックな噴水ショーもあったり、 3D プロジェクションマッピングなどを駆使したキャナルアクアパノラマなど迫力満点の演出を楽しむことができるんです。キャナルシティ博多は今年で26周年を迎えました。皆さんも左手ご覧いただきますと、左手水玉模様の黒いカエルが左手にございますね。丸く植物が植えられていて、その真ん中にカエルが見えます。こちらラッキーブロックという名前がちゃんとついているんです。台湾出身のハン・イーさんという方がデザインしました。ラッキーブロック、幸せなカエルといったところですかね。この後ハッピーなことが起きるといいですね。そしてバスはこれから左に曲がりまして、北照姫神社という神社のそばを通ってまいります。すごく小さな神社が後ほど見えてまいります。北照姫神社はご祭神は北照姫様を祀っておりまして、この方縁結びで有名な出雲大社大国主の御事のお嬢さんにあたる方なんです。いろんなご縁がありますようにということらしいですよ。
この後車内参拝いかがでしょうか。ちなみにこの辺りは道路で工事が行われていますが、こちらは地下鉄の延伸事業を行っている最中なんです。さあ、神社が間もなく見えてまいります。目の前の信号の手前で左でご覧ください。ビルとビルの間に鳥居が見えてきます。緑屋というお店のお隣です。左でこちらです。鳥居がございます。北照姫神社でございます。工事が終了して開業予定が来年の3月27日を予定しています。地下鉄、福岡の地下鉄が少しまた便利になります。そしてバスはこの後大きく右に曲がりまして、人気のうどん屋さんのそばを通ってまいります。先ほど福岡がうどん発祥の地というお話をさせていただきましたよね。福岡のうどんは柔らかい麺が特徴的です。この後見えてくるのがカロのうどんというお店です。カロのうどん、このカロのうどんは昔の博多弁で名前が付けられているんです。昔の博多弁はダジズレドの濁音がまだ発音されず、ダリルレロになったことで、曲がり角にあるうどん屋さん、角のうどん、カロのうどんとなったんだそうです。このカロのうどんには博多ならではの明太子が丸々1本乗った明太子うどんというのもあるんです。お昼11時からオープンしておりまして、なくなり次第営業が終了しますので、行くなら早めがおすすめです。今日はもともと火曜日で定休日なんですけれども、お店の真横を通りますので場所はお伝えできればなと思います。福岡は本当にうどん屋さんが多くて、例えば他のお店だと牧野うどんというお店も人気がございます。牧野うどん、でご存知の方もいらっしゃいますかね。牧野うどん、牧野うどんは麺の量がすごく多いんです。食べてる間に麺がスープを吸ってどんどん膨らんでいくんですね。食べても食べてもなかなか減らないということで、牧野うどんのうどんは魔法のうどんと言われています。福岡の柔らかいおうどんをぜひ召し上がってみてくださいね。右に曲がりまして、皆さんの目線の高さ、左手前方に白い提灯が見えてまいります。左手です。こちらカロのうどんです。曲がり角にあるのもお分かりいただけましたでしょうか。角のうどん、カロのうどんです。そして和歌を間もなくしますと串田神社のバス停へと到着いたします。こちらでお降りの方はいらっしゃいませんでしょうか。お降りの方は手を挙げてお知らせください。ではお降りの方いらっしゃらないようなので、バス停は通過をさせていただきます。この後串田神社が見えてきまして、先ほどお話ししました飾り山も見えてきます。博多祇園山笠、お祭りの際に街中に展示するされる飾り山です。途中勝者の方はここからのお話になるんですけれども、はい、山笠ご存知ですか。知ってますかね、はい、後ほど見えてきますので皆さん左手この後注目です。さあ、まず左手前方に大きな木が見えてまいります。左手前方大きな木がございますね。こちら樹齢およそ1000年のイチョウの木、藤田の木なんでございます。樹齢1000年、長生きですね。そしてこの藤田の木なの、もっと左奥のところ山笠がございます。左奥です。太陽が眩しいかもしれません。あ、見えますね、山笠です。あちらは飾り山と言います。この飾り山が山笠の期間中は街中に登場するんです。そして左手が藤田神社でございます。こちらの串田神社の奉納神事とされています。
左手前方白いテントが貼られてますね。イベントの準備が進んでいるんですけれども、10月21日からオクトーバーフェストというビールのイベントが開催予定です。お酒好きにはたまらないイベントですね。オクトーバーフェスト、ビールのイベントでございます。左手こちらです。福岡オクトーバーフェストの会場です。そして今度は皆さんの右手に大きな猫ちゃんが登場します。右手に注目です。大きな白い猫、ミャーピーという名前がちゃんとついています。右手です。こちらミャーピーです。右手、この建物何かというとホステルなんです。宿泊施設なんです。大学の教授の矢部健二さんという方が、猫が旅の守り神らしいんですが、それをモチーフに生徒と一緒に作ったんだそうですよ。かなりユニークな猫ちゃんでしたね。あのニャーピーとそっくりの猫が実は大阪の中之島美術館という美術館にもいるんです。もし関西からの方とかいらっしゃったり、これから関西行く予定がある方は中之島美術館の、ね、あのニャーピーそっくりの猫もチェックしていただけたらなと思います。といえば、あの太陽の塔がございますよね。岡本太郎さんの太陽の塔がございますが、実は福岡にも岡本太郎さんの作品があるんです。天神に新天町という場所があるんですけども、新天町クラブという食堂に挑むという岡本太郎さんの作品も展示されています。私岡本太郎好きなんですけども、はい、あのよかったら皆さんも芸術の秋をお楽しみください。そしてバスはこれから左に曲がりまして、高田の前を通って天神の町に向かってまいります。途中乗車のお二人は高田座、今からが初対面ですかね、はい、高田座は九州最大級の演劇専用劇場でございまして、歌舞伎や宝塚、ミュージカルなどいろんな舞台行われます。右手です。右手に博多座が見えています。今日までフェアスプレーという舞台がありまして、渡辺直美さんがなどが出演されておりました。階段の装飾もフェアスプレー仕様になっています。今日の12時の公演が博多座の千秋楽でございました。私この舞台すごく行きたかったんですけどね、チケットが取れませんでした。右手階段のところを見ていただくとフラスプレー仕様になっていますね。左手に川端商店街という商店街のアーケードが見えてきます。左手です。川端商店街です。左手こちらです。川端ぜんざいという甘いぜんざいが食べられるお店も人気がございます。そして皆さんの左手前方に太陽映画劇場という映画館が見えてきます。左手前方で緑の看板、太陽映画劇場です。昭和21年創業で博多で一番古い映画館です。左手こちらです。さあ、そしてバスは天神の町に戻ってまいりました。天神です。太陽が眩しいですね。左手に見えてまいりました。皆さんの左
けです。こちらのガラス張りのビル、天神ビジネスセンターというビルです。再開発のプロジェクトでできた第1号のビルです。この角のところおしゃれですよね。デザイン性があります。そして左手、工事が行われております。こちらも天神ビッグバンの工事でございます。今後の福岡の進化にも注目でございます。福岡では至るところでこんな感じで天神ビッグバンの工事が行われています。ちなみに先ほど航空法のお話をしましたよね。飛行機が低いところを飛ぶので福岡には高い建物がないと言いましたが、先ほどお伝えした新しくできたビル、今左手後方にありますガラス張りのビルは航空法改正後にできたビルなので、この辺りでは一番背の高いビルでございます。ジャパネット高田なども入っています。ジャパネット高田はこの度本社の一部の使用機能を福岡に移転されたそうです。皆さんは情報セブンデイズというニュース番組ご存知ですか？土曜日の夜10時からやっている安住さんと三谷さんが、安住紳一郎さんと三谷浩一さんがされているニュース番組なんですけれども、それでこの間福岡の特集がされていまして、この、ね、福岡はすごい住みやすい街ということで、はい、特集が組まれていました。でこの再開発のことについても触れておりまして、これがこの再開発のプロジェクトが今後の東京の一極化を防ぐ何かヒントになるんじゃないかということで紹介もされていました。さあそして今交差点が目の前にございますが、皆さんの左右に伸びているこの通り渡辺通りといいまして、屋台が登場します。右手屋台の見えますか、車に引かれて、はい、なんていうんですかね、ついてきてましたけれども、もうそろそろ屋台の準備が始まる時間帯です。エリアでございまして、上級藩士を大名と呼んでいたことにちなみます。現在ではブランドの路面店や飲食店も立ち並んでおりますが、一方でかつてからある住宅や江戸時代から続く醤油屋さんもございまして、隣の天神とは少し違う独特の雰囲気を持ったエリアなんです。皆さんバスからの景色はいかがでしょうか。このバスは地上から 3.2 メートルございまして、皆さんの目線の高さがだいたい歩行者用の信号と同じくらいの高さです。たまにちょっと信号が高い場所についていることがあるんですが、だいたい歩行者用の信号と同じくらいのところに皆さんの目線がございます。視線が変わっただけで普段見てる標識や信号も全然大きさが違いますよね。見え方が変わって見えます。そんなところもお写真など撮りながらお楽しみくださいね。このあたり歩行者用の信号多いですが、だいたい高さが同じくらいですね。
ちょうど帰宅ラッシュなんですかね、車が結構多い感じがしますね。それにしても今日はいいお天気ですね。ちょっとひんやりしてきましたけれども、このバスは基本的に年末年始以外毎日走っておりまして、そんなに暑くても寒くても走ります。雨でも走ります。さすがに台風や雷が鳴ると運休になるんですけれども、普通の雨だったら走ります。雨が降るとこのバスに屋根がつくんですかと聞かれることもあるんですが、このバスには屋根つきませんので、皆さんカッパを着て雨に打たれながら走ることもしょっちゅうなんですよ。雨が降ると修行みたいな滝行みたいな感じになります。今日天気に恵まれて本当に良かったですよね。皆さんの日頃の行いのいい成果ではないでしょうか。そしてバスはこの後まっすぐ伸びている明治通りを通ってまいります。ちょっと先のところ赤信号、皆さん見えますでしょうか。赤信号見えますかね。もうすぐそこなんですけれども、交差点になっていて、その信号のところ左右に伸びている通りを最小通りと言います。ちょっと眩しいですかね。でこの近くには昭和通りという通りもあるんですけれども、元号につなんだ通りが多いですよね。今時代は令和ですが、皆さんは令和ゆかりの地が福岡にあるのはご存知でしょうか。令和ゆかりの地、実は福岡にあるんです。令和という元号が万葉集の中の歌からできたというのはニュースで見た方も多いんじゃないかなと思うんですが、この令和の元になった歌が歌われた梅花の宴と呼ばれる会が福岡県太宰府市の高本八幡宮という神社のそばで行われたんです。太宰府はもともと太宰府天満宮もあって観光地として人気がありますが、そういったこともあってより多くの方が訪れているそうです。太宰府に行く予定がありましたら、ぜひ坂本八幡宮もお参りされてみてください。明治通りを突き進んでいきます。ちょっと眩しいですけれども、皆さんのこの辺り、左右に伸びているこの通りですね、この左右に伸びているこの通りが大正通りです。そしてバスはこれから福岡城の周辺を走ってまいります。と息子の長政親子でございます。官兵のお話は NHK の大河ドラマにもなりました。軍師官兵というタイトルで、黒田官兵役は岡田准一さん、息子の長政役は松坂桃李さんが演じておりました。官兵はもともと豊臣秀吉に仕えていた方で、秀吉の天下取りを支えた人物として有名です。天下統一というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかなと思うんですが、実は秀吉の天下統一って黒田官兵がいなければできなかったかもしれないんです。黒田官兵、歴史上でも重要な人物の一人なんですね。この後福岡城の城内を走ってまいります。皆さんの左手前方にはちょっと眩しいですけど、歴史建造物も左手に見えております。さあでは官兵たちの作ったお城を見てまいります。右手ご覧ください。福岡城の建物見えております。
右手前方にも建物が近づいております。右手前方の建物、長屋門と言います。皆さんの右手、こちらです。長屋門でございます。そしてこの後左手前方に坂道が見えてまいります。当時の位置を保っているのはこちらの多聞櫓のみで、国の重要文化財にも指定されているんです。そしてバスを間もなくしますと大堀公園福岡城市バス停と到着いたしますが、こちらで大りの方はいらっしゃいませんでしょうか。大りの方は手を挙げてお知らせください。では大りの方いらっしゃらないようなので、バス停は通過をさせていただきます。この辺りは紅葉も進んでいますね。上を見上げてみてください。木のアーチをくぐっていきます。標識もやっぱり大きいですね。そして左手にはこの辺りおしゃれなカフェもオープンしています。左方面に進んでいくんですが、右に向かっていくと六本松と呼ばれるエリアもございます。六本松も人気のスポットでございまして、おしゃれなカフェもあったり、福岡市科学館などもございます。福岡市科学館では開館5周年を記念しまして、ティラノサウルスの特別展も開催中です。ちなみに本日お帰りいただきましたオープントップバスの乗車チケットで、天神から240駅間の路線バスに無料でご乗車いただけます。ただいまご紹介しました六本松エリアだったり、博多駅周辺、それから福岡タワーのあたりもオープントップバスのチケットでご移動可能ですので、本日有効的にご利用ください。その他の特典につきましては、カウンターもしくはオープントップバスのホームページでチェックをお願いいたします。行われたりするんですが、他の作品だと君の膵臓を食べたいという映画も福岡でロケがありました。君の膵臓を食べたい、大ヒット映画ですけれども、見た方もいらっしゃいますかね。
どうでしょうか、実写版とアニメ版がありまして、感動系の映画ですね。実写版は浜辺美波さんと北村匠海さんも出演されています。本当に天神ど真ん中のシーンが映ったりしますので、まあ、ぜひ映画でも福岡を感じていただけたらなと思います。他にも素晴らしき世界という役所広司さんが出演されている日本アカデミー賞で7部門受賞された作品も福岡でロケが行われています。この短距離でも4軒屋台、ね、じゃないです、美容院がありましたね。大名は日本で一番美容院が密集しているエリアでございます。こんな短距離で4軒も美容院があってすごいですよね。もちろん美容院だけではなくいろんなお店がございます。これから晩ご飯という方もいらっしゃるかなと思うんですが、もつ鍋という方もいらっしゃいますかね。どうでしょうか、はい、大名に他州という人気のもつ鍋屋さんもございます。他州はプロ野球選手も行かれるみたいですね。 SNS にも写真がアップされたりしてるんですけれども、そんなお店もございます。ちょっと全ての店は紹介しきれませんけれども、美味しいお店はたくさんあるので参考の一つにしていただけたらなと思います。プロ野球といえば、ここ福岡はソフトバンクの本拠地ですが、実はこのオープントップバス、ソフトバンクホークスの優勝パレードでも使用されているんです。このバス、プロ野球選手も乗るんですよ。ぜひ今日は選手になった気分で、パレード感覚をお楽しみください。まあ、ソフトバンクはね、今年ちょっと日本シリーズ進出は逃してしまったんですけれども、皆さん野球はお好きですか？どうでしょうか？今月末はハロウィンがありますよね。ハロウィンの時期は仮装した人たちが規模公園にたくさん集まるんです。ただ今年はもう、ね、その時期は封鎖が決まっているそうです。規模公園ハロウィンの時期は封鎖されるそうです。ハロウィンといえば福岡タワーも
もうハロウィン仕様のイルミネーション、実は今の時期楽しめるんです。福岡はこの後行く予定ある方いらっしゃいますかね。福岡はちょこのオープントップバスのチケットで今日限りであれば福岡タワーまでも無料で行けるんですけれども、福岡タワー夜になるとハロウィン仕様のイルミネーションが点灯されます。よかったら足を運んでみてください。福岡タワー恋人の聖地ともされています。そして間もなくしますと屋台が並ぶお花見通り見えてまいります。屋台の設営はだいたい1時間くらいかかるそうですよ。まず日鉄電車の高架下をくぐってまいります。お天井とバスリが近づきます。高架下です。そして大きな交差点が見えてきました。こちら先に伸びているこの通り屋台が並ぶ渡辺通りです。左手には茶色い建物デパートの大丸もございます。で皆さんの左手前方、台取りのそばに路線がございます。天神一丁目というバス、今から路線バスを追い越しますが、こちら天神一丁目というバス停がございます。こちらのバス停からは博多駅に向かうバスがたくさん出ております。この後博多駅方面行かれる方は今の天神一丁目バス停をご利用ください。そしてバスは間もなくしますと市役所前へと到着いたします。ただバスが完全に止まってからシートベルトを外していただくようお願いいたします。また忘れ物がないようにご注意ください。よく前のポケットにチケット、スマートフォン忘れてしまう方いらっしゃいますのでご注意ください。ドリンク類もお持ち帰りいただくようお願いいたします。そしてバスからお降りの際は自転車の方もいらっしゃいますので左右確認されて気をつけてお降りください。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。してみると結構近場にいろんなものがギュッと詰まっていると思いませんか。こんなところがやはり福岡が住みやすい街と言われる理由の一つなんじゃないかなと私は思っております。またバスから降りてみて下から見る景色も違って見えると思いますので、この後も引き続き素敵なお時間をお過ごしください。この信号を曲がりますとすぐ福岡市役所見えてまいります。福岡市役所見えてまいりました。ではちょっとね、夕方になってまた気温も下がってきましたので、皆さんありがとうございます。到着です。